博物館のディスプレイに展示される警察の制服ニューヨーク市警察博物館は1845年に設立されニューヨーク市警察の歴史や貢献を展示している。博物館はニューヨーク市ロアーマンハッタンのウォール街サウスストリートシーポート近くに位置している。目玉であるアメリカ同時多発テロ事件の展示を含むニューヨーク市警察の歴史を幅広く紹介している。 博物館はギャラリーから成長し2000年1月に26ブロードウェイのボーリンググリーンに開館しニューヨーク市警察学校に収容されていたが2002年1月に100オールドスリップにある以前の第一管区警察署で再オープンした博物館ではさらに裁判官でも射撃が下手でも警察の銃撃戦をシミュレーションすることができ一般人が警察の職業について あらゆる理解を持つこと、またメディアによる情報用よりも警察についてより良い理解を得ることが可能となっている。展示品に論争がないわけではなく、市の歴史家はニューヨーク市警察の論争となっているものを省いているとして博物館を避難した。1998年2月16日、警察博物館の計画は当時の警察部長、 ハワード・サフヤとダウンタウン・ニューヨークがローアーマンハッタンの新しい駐在所に代わり500万ドルを博物館の費用に充てたことにより明らかにされた。博物館への資金提供は他の取引をまとめきれる余裕のないものを犠牲にしたとして非難された。その結果、ルドルフ・ジュリアーニ市長は2日後に博物館のための費用を取り消した。同年3月には ニューヨーク警察博物館非営利事業が始められ、1999年4月に博物館がオープンしたが、公式な公表は2000年1月19日まで行われなかった。2000年1月のオープンから市からの支援で、博物館は10年以上無料で賃貸され、景観により私的に運営された。個人の支援者は、博物館建設のために200万ドル以上を寄贈し、 市は100万ドルを寄与した。博物館は警察の良い功績を示すための場所で、警察が一部の良くない出来事については誤まかしているという評価もあった。新しい博物館は東20丁目に置かれた警察学校の小さなギャラリーと交換した。新しい博物館に持ち込まれた展示品には1853年の最初からの 警察の制服の発展に関するディスプレイ。1928年のフランキー・イエール殺人事件でアルカポネラによって使用された銃。ニューヨークの暗黒外殺人で最初に使用された機関銃。1909年、シチリア島でのジョゼッペ・ペトロジーの殺人に続くイタリアからニューヨーク市への贈り物などがある。他の展示品には緑と白のラジオカー、古い消火器、 ブロンクスモーリスハイツの第46管区からの木製机がある。ディスプレイの外にあるパトロールワゴン2002年1月、博物館はオールドスリップに面したよりサウスストリートシーポートに近い場所に再オープンした。新しく入居した建物はリチャード・ホランド・ハントとジョセフ・ホランド・ハントの協力により1909年から1911年にかけて建造され、 旧第一管区ビルディングでもあった。ニューヨーク市歴史建造物となった建物は当時警察署のモデルでもあった。1884年から1973年にかけてこの目立つルスティカ建築のファザードを備えたフィレンツェのルネサンス風宮殿は第一管区警察署として使用され歴史家の一人は世界で最も重要な警察署と呼んだ。警察署は 1977年の不正のスキャンダルによって閉鎖され、博物館員は博物館のこの場所への移転を警察の歴史につなげる機会であるとした。博物館の新しいスペースの建造と修復には400万ドル以上がかかり、展示スペースは約45%増加した。新しい展示には1972年のブリムスヒューリーの刑務所用モデル、 ウィリー・サットンが所有する鍵破り道具、博物館の3階を占領する9.11テロの広範囲にわたる展示、1861年8月6日のデイビッド・マーティンに始まる、職務中に死亡したすべてのニューヨーク市警察職員の名前とバッジを展示するヒーローのホールが含まれる。新しい博物館の展示は明らかに拡大したが、 論争の的である出来事の一部が省かれている以前と同じ批判を受けており包括的ではない。9.11テロの1周年を記念しての博物館の展示品では来館者がテロとグラウンドゼロの残骸によって引き起こされた肉体的ダメージの第一印象を受けることを可能とした。ありがとうございます。